ナクスルは仕組みを変えれば世界はもっと良くなるをビジョンに、古い産業にインターネットを持ち込み、デジタルプラットフォームを作り、産業の在り方を変えるチャレンジをしています。印刷のシェアリングエコノミーモデルで急成長したナクスルは、近年では印刷にとどまらず、テレビ CM や交通広告といった広告領域でデジタルプラットフォームを作り、新しい事業の展開を行っています。トラックのウーバーモデル、ハコベルでは、ワンタップでオンデマンドな物流を実現するデジタルプラットフォームを構築し、物流業界の在り方を変えています。エンジニア1人の力で100年続いた産業を変えることができる、そんな時代です。21世紀の世界をナクスルで一緒に作りましょう。印刷はお客様のデザインを入稿していただく、いわゆるオーダーメイド商品です。印刷物をきれいに印刷するためには、高度なデータチェック技術が必要になります。従来はオペレーターが手動で行ってきた複雑なデータチェック処理のプロセスを移動機の API にして自動化し、さまざまなデータに対応できるよう最適化しています。欧米では当たり前になってきていますが、お客様の入稿したデザインをその場で自動で解析、修正、ブラウザー上でリアルな仕上がりを確認できるようにすることによって、最短で印刷物をお届けすることができます。ユーザーの声やリアルな入稿状況を見ながら、チームでスピード感を持って改善していける毎日がたまらなく好きです。ユーザーの体験がより良くなるよう、もっと開発を加速させていきたいです。誰もが手軽に広告を出すことができる世界を目指しています。広告は制作や印刷などを含めて多くの人が関わる商品です。広告の出稿までのプロセスの一部を自動化することにより、人が行っていた作業をなくし効率化しています。直感的に折り込み広告の商品を買っていただくために、地図上で配布したい範囲を選択可能なインターフェースを提供しています。折り込み広告の可視化を行うことで、商品をより身近に感じていただいています。ポスティング広告や駅張りポスターなどで小ロットからの広告出稿が可能となりました。お客様のビジネス規模を問わず広告出稿を利用していただいています。自分が作っているサービスが世の中に必要されているなぁと感じています。新卒で入社して数年は印刷の事業部の方で、PHP を使った開発をしていきました。その後はハコベルチームに移動して、主に Ruby を使った開発をしてきました。その後はスマホアプリだったりデスクトップアプリの開発をしてきました。課題に合わせて最適な技術を活用することで、物流の現場を少しずつ変えている実感があります。例えばジオコーディングの API と内製の Java のコンポーネントを組み合わせて、集荷と配送の情報を入力すると、自動的に最適な運行スケジュールを組み立てるシステムを開発したり、さまざまな技術で現場の課題を解決しています。チャレンジが常にあるのは面白いですね。チーム内で何かあった時でも、チームを飛び出してインフラだったり設計だったり実装の相談をできる頼もしいメンバーもたくさんいるので、技術を身につける上でも成長できる環境にいると思います。初めてナクスルの事業内容とか競合環境について話を聞いた時に、これものすごいチャンスだなって思ったんですよね。で、他はどんどんデジタル化進んでるのに、物流とか印刷とかそういった業界ってまだアナログが中心で、デジタル化のキープレイヤーっていうのがまだ存在しないと。これだけ大きな産業なのに、でちょっとソフトウェアの力を使えば解決できる課題って山ほどあるのに、まだ技術が足りなくてそれが実現できてない、ちょっと変な言い方するんですけど、まだ技術の光が当たってない領域っていうのがあるんだなっていうふうに感じてるんですね。だから自分の技術をどこで試すかって聞かれた時に、それが例えばゲームとか金融とか、今まで自分のいたそういう世界ではなくて、技術がまだ足りていない領域で使うっていう方が自分もやりがい感じるし、その方がみんなを幸せにできるっていうふうに思ったんですよね。自分の書くコードがより技術が求められている世界で使われるっていうのはすごい嬉しいし、それによって世の中を変えていけるってものすごい面白いチャレンジだと思うんですよね。